同点のチャンス、2回の裏、セットポジションに入りました今永、ストレート来た、見逃し三振、見てますね、前言ったように、あの血圧と一緒でね、ピッチャーの球っていうのはありましたからね、それがいいピッチャーだから、これはいいピッチャーですよ、なかなか、これはいい球ですよ、これは。なるほどね、で、ツーストライク、ノーボール、これはいいコントロールですね、投げました。あーっと、これも全くゲームの方は5回の裏に入ります。2回3回4回5回と立ち直ってきましたよ。次のバッターがピッチャーのモンナです。スイング三振、どこからこのね、この遅いカーブとですね、はい、まっすぐ、来るもんですからね、なかなか外に打っていけないんですよね。そして絶妙の配球を見せる中村です。ここでキュッと挟まれるもんですからバッターがこう絞れないんですよね。そしてスローカーブ、リードを見てみるととにかく早めに追い込んでそれから勝負と、はい、そのパターンが使えないんですよね、2つにはね。そうなんですよね、この腕のしなりですね、素晴らしいですね。さあ2点をもらいました。バーフィールド徹底して変化球ですね。しかし打球を受けて手首を骨折、はい、その後また後半戦出てきて5勝を挙げて8勝でしょ。ですからなんとなく、ね、スイングはフォームがちょっと小さくなるんですね。ピッチングをしたのは調整するぐらい大きなプレーなんですよね。そうですか、そう思いますね。さあ当たっている吉村、ここ5試合連続してヒットは出ていますが、ですからこのアベンジが一発打つとかっていうパターン期待するしかないんですよね、今のところね。見送りの三振、まあ、足が速くないというよりは足は遅いですからね。さあしかしランナー出ました。元木のところでネクストバッターサーク、村田が出ていますが打ち上げました。レフト対抗、あってももう1回でしょうね、かもしれません。ワンツーストレート、ワンストライクワンボール、セカンド牽制してタッチしてセーフ、そうでしたね。ツースリー、さあ復帰してきた尾形、1球目ストレート、やはりセンドワン、ツーアウト満塁、見送り